塩尾服、塩尾服、塩尾服は男性の夜間の礼服。素が縁の尾のようなのでそう呼ばれる。英語では18世紀末から19世紀初頭のフロックも含めてテイルコートと呼ばれるため19世紀中半以降の清掃である塩尾服のみを指す場合はイブニングが付けられイブニングテイルコートとも呼ばれる。塩尾服を中心に構成される服装。 ドレスコードは白い蝶ネクタイを用いることからホワイトタイ、ホワイトタイ、イブニングドレス、フルイブニングドレスと呼ばれ現在では最上級の礼服とされている。戦前日本の複製について定めた明治五年代上官布告第339号ではこの服装が通常礼服とされておりこの時代の記述における軍官等の通常礼服は塩備服を指す。 また、男子通常礼服は小礼服とも呼ばれ、大礼服が制定されていない、下級管理や民間人の最上級清掃とされていた。2017年10月26日の太陽国のプミポンゼン国王葬儀では、秋篠宮文人親王は葬儀でも着用されている。宮中行事では、朝剣の儀など昼間でも着用される。18世紀革命前夜のフランスでは、 自然主義の影響で、イギリスの乗馬服が流行していた。その一つに長いコートの前裾が直角に切り取られ、あと、裾だけが長い上着があった。裾が割れているのは、乗馬の際に、蔵の上でもたつかないためであり、今日でも馬場バ術の上級競技では、塩尾服とトップハット、シルクハットの着用が規定づけられている。この上着は、上っ張りを意味するフロック、フツ、 フラックと呼ばれた。フロックと呼ばれる衣服には様々なものがあり、中世の農民や修道士の上着もそう呼ばれるが、別物である。また、今日ではドイツの軍服に由来するマエッソがカットされていない、上着がフロックコートと呼ばれているため、当時の記述が誤って解釈されるケースが見られる。例えば、が、著書、ゲーテ、ザ・ポエットザ・エイジ、ボリュームアイ、 ザポエトリー・オブ・ディザイアにおいて、ゲーテの小説、若きウェルテルの悩みの主人公、ウェルテルの服装とその影響を受けて、当時流行したファッションの上着をフロックコートとしているが、フロック、テールコートの誤りであると指摘されている。上和服のフロックは、ヨーロッパ各国にも広がり、イギリスでも普段着として着られるようになり、テールコート、テイルコートとも呼ばれるようになった。 この頃のテールコートはダブルブレストで前が閉じられるようになっていたがやがて閉じられないような仕立てになっていった。現在の塩尾服の両胸部分にあるボタン配列はその名残である。19世紀のイギリスでは紳士服には黒が流行していた。これには産業革命によって工場が増えその倍円が服にかかるためそれが目立たない黒が好まれたという面もある。そして 19世紀中頃までは様々な色のテールコートが夜会服として認められていたが黒が男性用の正式な服装とされるようになった。第二次世界大戦後はヨーロッパの宮廷でも最上級清掃であったコートユニフォーム日本の大礼服に相当する宮廷服が着用されることは少なくなりホワイトタイが最上級の礼装として公式の晩餐会 王族等の格式高い結婚式や、披露宴、あるいはそれに準じる舞踏会、音楽会、着席型のパーティーなどで使われている。また、オーケストラ等の指揮者、演奏者が着用するほか、社交ダンス大会などで使われることも多い。しかし、近年ではタキシードに活躍の場を奪われつつある。欧米では、昼と夜の礼服が区別されている。欧米では、晩餐会、 夜会、舞踏会、演奏会、演劇、オペラ、バレエ、ミュージカルの夜の時間が日本に比べて遅く、平日でも勤務先から帰宅して軽く食事を済ませて、シャワーを浴びて着替え、夜を楽しめる、食住接近ができている都市空間であるが、日本の大都市のように通勤時間に1時間以上もかかり勤務先から行する都市空間では、 昼と夜を着替えて出席することは帰宅の心配が、不要の宮中版参会など親前、外交に出席する場合以外は、難しい、とする見解もある。以上のように特別な意味を持つ礼服であるため、フィクションであるように出事や使用人が常に身に、まとっているということはない。一方、ディズニーランドでゲストを歓迎する、ミッキーマウスが普段着ている衣装は、演ビ服である。 女王陛下の仕立て屋、ハーディ・エイミスは、塩美服は前と時以外200年間ほとんど変わっておらず、その血統は火の打ちどころのないものであるから、その着こなしはむやみに変えるべきではないとし、その正当な構成について述べている。また、上記のエイミスの概説とは別に、今日の着用例に、清掃、冷装の観点から保湿を加えた構成を以下に示す。服は、上着だけで、 塩味服となるのではなく、ルールに則っ,ったものや色で構成されて、初めて塩味服、すなわちテールコート、ホワイトタイのドレスコードで呼ばれる。エイミスが示した例とは一部競合するが、基本的には黒、白、銀を基調とし、勲章その他の装飾品でなければ、色物は用いないのが原則である。文化出版局の服飾時点のスワローテールドコート。 スワローテイルドコートの説明による、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。